まずは、うん、あ、来た日芸合格への道待ってました。やってきたんだ。やってきましたよ。よし、行こう。さらに一年発起して来年春また受けるんです。大学をどこ受けんの？日大芸術学部映画学科。全てはここから始まった。なんでロッキーなの？270日もかかってんだわ。この日からね。長いな。日大芸術学部映画学科を受けたく。おい、テレビに出る顔じゃねえぞ。これまず第1回目の今日は清少納言の有名なあの枕の草子。私白いな俺。それでは皆さん聞いてください。春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際少し明かりて、紫だったる雲の細くたなびきたる。勉強がはかどるように内村は自らが選んだ美人家庭教師をつけた。よいしょ。テキストを用意してまいりましたので試しながらやってみましょう。小1時間なんかティータイムでも設けません。夫婦の中はでもまだ円満なんでしょう。そうですね、問題ないと思いますけれ ど私がぶち壊すかもしれません。調子に乗り先生の家にまで押しかけた。過去問が入りましたから勉強してください。じゃあ先生、これで僕模擬試験頑張ります。本当ですよ。はい。月日は無駄に流れ、試験勉強は1秒もやらないままいきなりよゼミの模擬を受ける。なんだ、エピソード持ち方。結果は青山学院大。青学もかっこいいじゃん。269人中262。志望校最高が望ましい。ダメだ、ちゃんと学生。完全に打ちのめされた内村、もはや余裕の笑顔はない。スケジュールを縫って先生とのマンツーマン授業が繰り返される。11月からですよ。そして2度目の模擬試験。それでは始めてください。真剣だ。まだ詰め込んでる。さあそれでは、ああドキドキだ。日大、ああ日大ボーダーライン。確かに成績は一見合格も夢ではなくなってきた。そして試験日は目前に迫った。やらいやいやで、ああ爽やかいいな、感じすっごくいいよ。えい、これを書いてやろうか。野望に満ちたしね。もう絶対受かるよ、絶対。帰ってくんな、滑ったら俺一人でやるこの番組。全ての準備が整い、受験日も決定。いよいよ間近に迫ってきた本番へ向けて、内村ラストスパートを開始。わずかな残り時間の中、急ピッチで頭の中に叩き込んでいく。その一方で神様にもすがり合格祈願。吉、入学行く末に望み持て。行く末に望み持て。いいじゃないですか、気楽でいいな。さあ、あ、なんでこんな企画に乗っちゃったんだろうな。達成を誓い、いよいよ試験前日、ホテルにこもり最終の詰めに入る。前日2月13日、あ、南原誕生日おめでとう。そういうところじゃないから。もう後へは引けない。次第に緊張の波が押し寄せてくる。いよいよですけれども、うん、やんちゃったことはないですか。なんて。あ、
朝っぱらから噛みやがっていよいよですけれどもやり残したことはないですか。とにかく最後まで受けてきます。はい、ね、じゃあ全国応援してくださってるファンの皆さんに初心を述べてください。とりあえず単語カードだけはなんとか覚えましたんで頑張ってきたと思います。それではもう呼ばれてるんで時間がないみたいので、じゃ頑張ってきてくださいね。私それでは皆さん頑張ってきますので、じゃあ行ってくるよ。いらっしゃい。いいよ。やだなぁ。おぉ、なんか本当に受験って感じだ。受験票は封筒から出してください。おー、10時からスタートね。落ち着いたような笑みを浮かべています。お疲れ様でした。はい、お疲れ様で。終わりましたね。ちょっと待ってなんで内股なんだよ。全部回答はしたんですか。全部とりあえず書いたことは書いたよ。英語はね、1番3番が難しかったです。なんで国語は3番4番。国語の 1,2 番に関しては絶対的な自信がある。英語の一番三文っていうのは長文と、ちょっと俺おしゃべりになってる。とりあえず映画学校終わりました。はい、終わりました。もう受けたくねえよ。すっげえ緊張すんな。で、発表はあさってですから。ああね、行きたくねえ。絶対行きたくねえよ。やるべきことは全てやった。自己採点の結果はボーダーライン。あとは発表の時を待つばかり。どうでした、試験の感じは。本当に緊張した。いやでもね、やっぱ遅れてくる子っているんですね。あ、いるだろう。俺な、もう本当におかしいやついたのよ。ガラガラッと開いてさ、すっごい太ってる、でも髪の毛こんな長髪もさ、俺はさ、すみませんっつってやってきてさ、隣でドカッとか座ってさ、ペラペラペラとかこうなんかめぐり出してさ、でこうドイツが急にさ、プシュッとか言おうとしたの。何だ。プシュッとかかけてさ。さあ、せっかくで、はい、さあいよいよ、よし、合格発表。行きましょうか。来たね。いよいよですね、うん、手に汗とか握ってます。大丈夫です。大丈夫です。もう落ちて悔いなし。悔いなし、うん、やるだけやりましたから。そうですよね。すよく頑張りましたよね、はい、ここから先は吉森さん一人で行ってきてください。終わりました。ここで待ってますから。すぐ帰ってくるから。はい、うん、いらっしゃい。行ってきます。本当嫌だろこの時。もう本当に嫌だったな俺。いろんなこと考える。考えた。何考えた。果たして合格か、それとも不合格なのか。結果は90秒後。1995年2月16日午後2時、内村は希望と不安を胸に合格発表の会場へ向かった。ここから先は、はい、内村さん一人で行ってきてください。終わりました。いらっしゃい。行ってきます。本当嫌だろこの時。もう本当に嫌だったな俺。いろんなこと考える。考えた。何考えた。目立つから。カメラ入っとけ。カメラ入ってる。あ、みんなあんまり来てないね。人は帰った。ボールがある。もう目立つんだ。カメラ一緒だから。
ゃん、スーッと。あ、探してるだけ。何番だっけ。2204。2204、うん。一番の右側の階段を上がる受験票提示の上、二次試験の受験手続きを受けてください。でっかい心臓の音だな、お前。おお、あ、やめてしまった。ありませんでした。頑張りましたよね。は、とりあえず悔いはありません。さあ、じゃあ切り返して。終わりました。気持ちをね。頑張れ。みんなまた来年。だっぱ舐めちゃダメだね。まあ28日じゃ無理ですね、うん、30日はやらないと。30日はダメじゃね。今回だけはやっぱりザシッときましたね。来たんだ。来ましたよ。もう完全に真っ白に燃え尽きましたね。まあでも本当にいい経験でしたね。いや、いい経験でしたよ、はい、まあよくやったよ、内村。あ、どうもありがとうございます。頑張った頑張った。特に先生に感謝したいと思います。